改めまして山田元気です。よろしくお願いいたします。今日は特別出演ということで本当に呼んでいただきありがとうございます。1曲目せわしないセレネーデという曲をお聴きください。せわしないセレネせわしないセレネただただせわしいセレネ go to bed ございます。最近ですね、私ツイッターのフォロワー数をすごい増やすことを考えておりまして、で一番結果的に手っ取り早い方法
手っ取り早いっていう方法、手っ取り早いっていうのもなんなんですけども、本当にあのフォロワーの多い方にどん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 アタックしていくっていう方法が一番あのなんだろう、自分にも得だし、あの相手の音楽家の方たちも得なんですけども、それを最近ずっとアタックしまくってるんですね。でつい先日2週間前ぐらいに添島俊樹さんっていう、ギター講師の方が YouTuber なんですけども、ギター講師の方で、登録者数が3万人ぐらいいらっしゃるインフルエンサーなんですけども、その方がツイッターで、おしゃれペンタトニックス大会を開こうっていう告知をしたんですよ。でプロアマ問わずって書いてあって、もうこれは俺出るしかないなと、出るしかないなと思って応募しまして、でペンタトニックスっていうのは一つの音楽理論みたいなもので、例えば Am が鳴ってるとするんですよ。これ Am って言うんですけど、 Am だったら A ペンタトニックスっていうのが使えて、例えばブルース風、感じで、ありがとうございます。ペンタトニックスっていうのはすごいアドリブを使うときにすごい便利な、ものなんですね。でそのおしゃれペンタトニック選手権をプロアマ問わず、開催しまして、で8月の8日にその結果が YouTube の方で投稿されたんですね、動画が。で総数が300名、ギタリストだけで300名って相当結構いらっしゃるんですよ。しかもプロが混ざってたりとかして、で私はですね、その中でグランプリ2人、準グランプリが2人で優秀者が3人選ばれたんですけども、見事グランプリをいただきまして、ありがとうございます。本当に本当に光栄な賞で、これから私がね、プロになっていくときに、それに恥じないような演奏をしていければなと思っています。ぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。では、次の曲で最後なんですけども、私の、メインテーマ曲にしたいなと考えております。山田元気で題名が元気ファンクという、命名をしました。では聴いてください。元気ファンク。I'm
ここからギターソロに移りたいんですけども、少し皆さんのお力をお借りできないでしょうか。手拍子というものを欲しいです。でリズムがこれです。ああありがとうございます。わかる、そうなんです。このリズムでいきたいと思います。では早速コール&レスポンスしたいんですけど、マスク越しでもやっていいですか。林さんどうですか、やっていいですか。ありがとうございます。では続行したいと思います。ここサビの部分です。元気パンク Give you 元気パンク Give you と言ってます。これをこんな感じで元気パンク Give you Give you、 yes、 そんな感じです。練習いってもいいですか。One, two, one, two, three, four, Gang Funk, and give you a, yeah, ありがとうございます。では本番。One, two, three, four, Gang Funk, give you, 届け場所も全部 today, 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 Gang Funk, give you, 気持ちのまま Let's dance, もう一回、Gang Funk.Give you 届け場所も全部 Today, today, today I'm on the gang pound Give you 気持ちのまま Let's dance ありがとうございます。ありがとうございました。引き続きお楽しみください。